うわ、サンタクロースの別に44から魔人どうも、えまいで本日僕が今一人ということはそうなんですよ、あれとかドッキリです。ほんでね、今回するドッキリはガードマンの実家の机に邪魔スプレックスしてみたドッキリ。確実に首折れる。ジャーマンスープレックスっていうのはプロレスの技で、はい、ちょっとみんなねグー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 で調べてもらったらグーなんで、その大技をします。はい、ほんでね、ちょっと皆さん一つ大事なお知らせがあります。こちら今僕が着てるこのスモークセットアップ、ポップアップでね大人気やったセットアップなんですけど、なんと今日からオンライン発売開始。ほんで俺がね今着てるのがグレーで、ドン見てブラックの2色です。あ、こちらもあるんですね。そうですね、ブラックもね可愛いでしょ。はい、これ見てください、お尻の部分、これめちゃめちゃ可愛いじゃないですか。こういうちょっとあんま近くであんま映すぎる。すいませんこういうサイズまでこだわっててめっちゃ可愛いアイテムとなっております。はい、詳しい内容はコメント欄概要欄に購入先のリンクあるから、そっから飛んでみんなゲットしてくれ。とりあえずね、もう動画見てもらったらみんなを笑顔の効果がアップするの間違いなしなんで、まあね、そんでそこの学習さめてみたいなら、こちらのサイズ頑張りたいことでぜひやっていけばパニックシュパニックシュプシュ。あはい、行くぞ行くぞ、行きましょう。でも松井君だけで待っとこうかも。はい、どうしたんすか。あれ、いつも開いてるかな。開かないんすか。開けへんの。開かんすか。開かんすか。開けへんの。こっちも開いてないですか。鍵閉まってましたねだから。うん、何すか。こっからちょっと反対じゃないですか、その扉がガラスの方、ガラスって鍵こっちでしょ。ん、そっちか。つかまれへんかな。昼間待ち受ただ中大丈夫ですか。行きます、そっち。お願いします。ほんでね、ちょっと、俺らがドッキリするにあたって必要な、はい、ちょっとブッタよろしくお願いします。お願いします。シャカでバッチリいかしょ。ちょっと頼んで、マジ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 バッチリかますから、バチバチいくからいかしょ。頼む、頼む、はい、ということでやっていきましょう。びっくりした、ビビらせんなよ。シュールドマン、ちょっとびっくりした。帰ってくれて言えよ。いや俺ちこれ勝手にお邪魔したのは申し訳ないよな、はい、そこに関しては謝ろうと思ってる、はい、ただ、土足も謝るやん。そうそう、お前土足も謝るやん。脱げって。すいません。お前、ここでやんなっつって。脱げや、これ。ファルコン。ちょ、ほんまに芝居とかありがとうな、気持ちくれて。お前、やるぞ、これ。出て。ちょ、このガード、お前、それちゃうわ、ちゃうわ。分かってる、分かってる。ちょ、ガードの、ちょっと、ほんまにこれガード大事で、ちょ、話聞いてほしいの。ちょっと。なんで俺、こいつ、こいつと、ほんまにちょっと、動画外のガチのことで、マジで揉めてんの。じゃ、もう、じゃ、出て。出てとかじゃなくて、もう、ちょ、ほんまにガード、ちょ、話聞いて。話でよ、ほんまマジで。いや、僕聞いてって言うんすけど、お前マジ笑うなよ。俺今ガチガチって言ってるから、これもうリーダーとして、もう俺も判断してほしい。いや、笑うとかじゃないですよ。あ、でも別に今井くんが悪いんだよ。お前マジ、お前そのスタンスで来た俺マジどすっから、俺マジ動画界関係なく行くからな、お前。いや、スタンス調子音になった、お前って。なんで揉めてんので、それ言われへんねん。なんで言われへんの。なんで言われへんの。ちょっとな、金関係のことで、こいつがちょっと、こんだけちょっと、エマイクの仮に使ったんで、これまだ振り込んどいてくださいって言われたんよ。はい。その額、なんもない。13万振り込んでんねん、こっち。実際1万しかかかってないね。何を喋ってんの。ちょ、お前もうカメラ渡せよ、お前。何お前持って、ちょ、カメラどうしたらいいんだよ。まず、なんでお前オレンジ切り返すの。ちょ、ほんまにマジでお前内容も言わないとか、ね、お前、ほんまにちょっと、お前冗談抜きで、俺も、もう今これ動画にしちゃってんの、俺、優しさやぞ。これネタにしちゃってんやで、お前。じゃあ、俺、外で何かやってんの。お前らの仲間か、俺やってんの。
ずっと気になったんやから。ほんま業者か、ほんまに業者やから。なんで家におんなって。だからガードに話聞いてほしかったねんて。マジでこれなんだよ、クビにしてほしい。正直言って夜もがあるからガード言うわ。俺もクビにしてほしい。じゃあ最初のウェーとかいらんくない。そんな重たい話するんやったら、ちょもうええわ。ちょっと中入って喋ろう。もうここんなとこでやんとかや。隣の音もうるさいしよ。そんなとこじゃなくて外でじゃ喋ろう。ちょそれはほんまにもうガード仲裁入ってほしいよ。ほんまにこれに関しては仲裁でもお前がクビかどうか決めてほしい。とかもうそのレベルで行こう。ちょっともう無理無理。お前さんだこれ。どこ行くん。なんで勝手に中入んの。その仲裁とかもいらんすよ。あのほんまに何を言いたいん。だからこいつ今チャンネルカードまでさ、こいつの窃盗金までもご法度なってるやん、うん、そのカード事件入れな、ホラクティのな、うん、それでやのにこいつ12万ぐらい猫ばしょんねんって話や。してないって言ってるじゃないですか。なあ、なんだなんだ、使ってない金額使った言うてよ。ほんで俺領収書持ってこいつない言うてんって。なんだなんだ、金借りたんだから普段立て替えてる分をどうやれよっつって前もってさっきもらってたんやつよ。ごめん、ちょイライラしてるから。ごめん、なんだよ、13万貸してあげたん。そうそう、もう言うてしてるんだよ。ほら、ほら、お前何やもろいんねん。なあなんでお前、俺に切れてんだよ。こいつボコっていいっすか。ガード、お前言っていい。いや、マジで今ガード切れるのどうしたんだよ。って聞いてお前、勝手にさ、ちょっと待って、今勝手に土足でいいや、入ってなあ、ギャーギャー触ってお前、何笑ってんのよって、頭ポンってされたら、なんかお前、あーみたいな。こいつ、病気やで、マジで。なんぼ貸してトータル13万、で、1万を使ってた。なんで13万貸してってたん。いや、貸してって言うんだ、普段支払ってる、あるんすよ、俺が。俺、領収書持ってこいと、お前、ないやつって。普段支払ったやつ何？携帯代とかもあるし。なんでお前、携帯代、お前、まだこいつの名前で契約してる。うん。あかん。いやいや、それお前が悪いんちゃう。ちょ、毎回支払い期限、この日にちこれでって言って、金額も送ってるけど、振り込みか、クレアタしかどっちがいいですかって毎回選ばしてて、うん、で振り込みって言っても一生振り込まんねん。あの1万3000円とかで、ほんで13万払う10倍払ってんねん。10倍以上払ってんねん。おかしいやん。おかしいな。お前おかしいやん。何ヶ月分なお前な。なあ、あの携帯あの契約やってくれっつって、俺自分でやるから、やることやることやってるよ。契約できるんですかね、あなた。何なんだその感じ。ねえ、じゃ何何の結果なんだマジで。危ないってこっちで。マジでほんまにそんなええって。お前ちょっとお前マジでお前関係なくていいぞ。な、何してん。ええっておる。えっ、何だおい。おい、何してん。おい、おい、どいて。おい、おい、お前もうほんまもういないっす。お前やりすぎやつだな。取ってよ。お前やりすぎやで。取ってよ。お前何してん。取ってよ。取りな。おい何してん。ふざけんな。お前しわくでマジで。みんな。みんな。なあ。ナスイドック。こちらよ。おいで。お前も。新鮮シャンプーなんと今日からオンライン発売決定。熱い。これね、ポップアップでね、みんなから大人気やったこのスモークセットアップ、こちら完璧に、ね、今日から発売なんで、みんなオンラインでチェックしてね。壁もいってるやん。ちょ、お前ほんまバカな。え、何お前ほんま叩き割ってんのここ。お前普通これお母さん作って、お父さん自分で作ったで。お母さんと言ってたよ。なんで蹴るん、お前マジで。切ってない。え、お前机どうすんこれ。切ってない。これ俺のお父さんとお母さんがお前結婚でお前一緒に住むので買った机で、俺これ昔の写真とかにも載ってんで。お金じゃ買われへんねん。お前がやったせいじゃこれなあ。お前マジでなめんなよ。お前もう暴れんなって。ちょっと痛いって。ちょ、なんだよ俺。何してんの。あ、こいつやってろ。お前もう、あーあーもうなんでだ。もうもうおいお前ブル。ちょ、もうええわお前マジ。ちょ、お前あかんて。お前もう何やってん。ちょ、お前ほんまにあかんて。何やってんすか。何やってんすかって今ちゃうやろお前。ちょ、何してん。ちょ、お前ほんまあかんて。もう解決したわ。いや、解決してないよ、家は。何が解決したの。解決したんけ。ありがとうございます。お前解決したん。したんす。なんだ、どこでだよ。俺ついたわ。な、どこで解決したん。1年間払うさ、僕はさっき。ちょ、ごめんね、俺もちょっと勝手になりすぎてたわ。ありがとうございます。
じゃあ、うん、すじゃねえ。何ラッパの仲直りみたいな。ありがとう。じゃあ、お前これやばいよ、お前。何してんの、お前、マジで。これ外からの反抗そう。うん。そうやな。いや、だお前ら外から入ってんじゃん。もうセットアップまず、お前宣伝してばいちゃうやろって。はセットアップ宣伝してばいちゃうやろって。こちらですよ、皆さん。これ可愛いですよ。こちらね、グレーだ。お、お、ちょ、見て見て。これガード着てくれてるじゃないですか。これなんですよ、ブラックバージョン。これね、冬こんな感じで、これ上パーカーでも着れちゃう。俺もね、たまに長袖ラスティで着ちゃうんで、こんな感じで着てくれたら超ハッピー。うん、でも、お前、いいよ。警察呼ぶわ。まあでも俺ら解決はできる。別に、もう民事住んでるから別にそこはいいよ。いや、もういいよ。一応、勧誘するの家かな。警察呼ぶな。俺ガチ呼ぶで。ガチ呼んで、どうするの、うん、いやもういい。ガチ呼んで。カメラ上に。おい、俺これちょっと携帯だけは。警察呼ばれたら、これからも。それ丸つかまった。罪重ねんな。ほたす。ちょ、なんで、ほんまにこいつら。なんでガラスだったんだよ。な、言えよ。なんでガラスだったん。弦が閉まってるから。泥棒なんだ。ガラスすごいで。言えよ。えガラスすごいやん。お前これしんちゃんの靴下がすっごいこだわってんだよ足の裏。本気で机やばいっつってんの。気をつけていく。はい、本気で机やばいぞって言ってんの。うん、これからよろしくお願いします。何してんのお前本気で。もうこれ直せよお前。もうお父さんご飯食べずにご飯ってなるやん。何がおもろい。いやガチで。いや俺ガチで言ってんのよ。お前立てろよ。ちょっと立てて立て。もうほんまやばいでお前これちょ、まあ、これエグいことなってんや。話ならんてお前カメ。お前カメエグんなって。もうお前ほんましばくでお前マジで。ちょお前もうほんまお前生まれたてのうまみなんてお前もうええてもうマジでお前こんなんでどうやってご飯食べん。お前もうエグいて。熱悪すぎる。熱悪な環境すぎるやろ。僕どう考えても一回立たせてね。よかったな。話ずっとガードがこう持っといてくれたらいけるってことやろ。無理やろこれ。話したらどうなるんですかね。話せよ。こんなのやばいでお前普通に。もう結婚してお前し一周するのでマンションやったんやんけど俺のお父さんが買ったやねんこれ家具。いや思い出深いよ。俺何百万もするよ。何百万する。いや何で疑ったん。え何でお前疑ったん。でガラスと壁と思い出の、うん、棚ゴミ箱これ棚か。マジでお前親もうほんまに親そんなんなかったやろな、マジで。お前育ち悪いんやろな。いや、お前な、お前本気で、うん、お前マジで誕生日とか遊戯王カードだけやったやろな、お前。お前それ遊戯王カードやってこんなことやっていいん。オレンジこれ23歳やったよ。毎日これやったよ。あ、そうそう、お母さんなんか離婚したやん。お前、親の服を武勇伝にすんな。ね、お前ほんまこれ100万すんで、冗談抜きで。見たわかるやん、カシミヤやん、うん。いや、カシミヤちゃうやろ。カシミヤ。カシミヤなんこれ。なあ。いや、カシーだな。あ、そう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 。あ、でもこれガラス俺やから正直言うわ。俺マジで一緒にするわ。もうそれは任しといて、うん、絶対するし、はい、じゃあお前机な、うん、机だからてかもう今日するわ。ガードも今日の今日やったら別に信用してくれるやん、うん、当たり前やん。もう今日中の今日やるわこれ。やれよ。もう業者読んで俺も立ち会って全部やるわ俺これ、うん。これほんとお前壁お前机と壁買ってこいよ。お前これマジでやるよ。まあ、机は一旦代用でちょっと、うん、当たり前じゃない。買ってこいお前晩飯出てくんなこらなあ買いますちゃんとガラス修理な。あもちろん今日それ今日中の今日で全部やらせるから当たり前じゃん、はい、なあ、うん、なあお前なんなんお前掃除せえよお前全部。これに関してはほんまごめん俺もうこれだけのつもりやった。これわーっつってうんうんそうやな。うんお前ここまでされるって俺知らんし、うん、確かにな。お前確かにここがガーンってあった。俺しか自供したからな、うん、だから自分でお前自分でやったこと自分でやれよ、はい、これはもうガードもう数時間後帰ってきたら全部綺麗になってると思う。当たり前じゃん。僕マジでやらせてください、うん、当たり前じゃん、はい、お前3時間以内にお前やってるやん。あ3時間で絶対いける、はい、業者間に合う業者間に合う。もう笑っちゃうのマジで。ほんだからもうここ直しとけよなあ。やれよ。はい。クソがおい、これだ。くそ、もうやるよ。
ダメだと大きい腹だったごめんなんかありがとうだろもうちょい時間とって言われた方がいいんじゃんファンクラブ開催しましたモザイクかかったりとか真っ暗になった動画とか多いじゃないですか今回のファンクラブレベルアップしてます今まで消された動画もアップされていくんですけど過激すぎてほとんどがモザイクかかってる動画をモザイクなしでも上げていきます毎週日曜日にファンクラブで動画上げていきたいと思います月額1000円なんですけどその分高いんですけどその命に関わることしていくんで安いんですよ本当にそうやねそのオープンチャットとかもありますライブ配信とかイベントとかも開催しようと思うおっとチケットの先行発売とかおお絶対ね今年中にイベント開くんでねぜひ皆さん入ってくださいお願いします